LGR5 幹細胞からの超オルガノイドオルガノイドは、試験管内など生体以外、三次元的に作られた臓器である。オルガノイドは、拡大しても本物そっくりの解剖学的構造を示すが、2020年時点では、数ミリメートル台が上限で、実際の臓器よりも小型、単純である。これらは、組織の細胞、ES 細胞、または IPS 細胞から、 自己複製能力及び文化能力で三次元的な培養で自己組織化により形成される。オルガノイドを作り出す技術は2010年代初めから急速に進歩しており、ザサイエンティスト氏はオルガノイドを2013年の最大の科学的進歩の一つに選んだ。用途としては発生学、様々な病気の原因や発病プロセス、治療法の研究、 再生医療やオーダーメイド医療への応用などが挙げられる。臓器をインビトロで作るという試みの始まりは、ヘンリー・バン・ピーターズ・ウィルソンによる。ウィルソンは、機械的に海面動物を細胞までバラバラに乖離し、その細胞が再集合し、自己組織化して、生物全体を生成できることを実証した。これは、最初の乖離から最高生実験であった。その後、 数十年にわたり、複数の研究室が、両生類や蝶類のヒナから得られた臓器組織を用い、異なる種類の臓器をインビトロで回離させ再集合させることができた。機械的にバラバラにされた細胞が集まって、組織を再形成するために組織を再構成する現象は、後に、マルコム・スタインバーグによる、サジ接着仮説の提唱につながった。 幹細胞生物学分野の到来とともに、インビトロで器官を形成するという幹細胞の能力は初期に認識された。これは幹細胞が空き系種、または肺様体を形成するとき、分化した細胞が複数の組織で見られるような異なる構造に組織化できるという観察による。それまで幹細胞は平面の媒置で培養や分化がなされていたが、 立体的な培置での培養や、臓器の複雑な三次元構造の形成が可能になり、オルガノイドの研究分野が始まった。研究者たちは1987年以来、三次元、培養のための様々な方法を考案し、様々な種類の幹細胞を利用し、多数の臓器に似た、オルガノイドができた。2008年、理科学研究所の笹井義輝のチームは、 幹細胞が自ら組織化し、神経細胞のたまに分化し、そのたまには、そうも観察できることを実証した。2009年には、オランダのヒューブレクトインスティチュートとユニバーシティメディカルセンター、ハンス・クレバース研究所が、単一の LGR5 幹細胞が肝陽系ニッチを伴わずにインビトロで、影化重毛構造を構築することを示した。2010年に、 マシュアンベキャントとジェイミー・エディ・ビーズは、マウス退治由来の再生幹細胞からの腎臓オルガノイドの作成を実証した。その後、これらのオルガノイドのインビトロ及び生体内で、生理学的機能を示したと報告されている。オーストリア科学アカデミーのマデリーン・ランカスターは、2013年に、人の脳の細胞組織の形成を模倣した、幹細胞由来の大脳オルガノイドを培養するための、 プロトコールを確立した。2014年、米国入りの医大学アーバナシャンペーン校のアルテム、シュクマートフ等は、ES 細胞が接着する機質の硬さを調節することによって、心臓の血管のオルガノイドが形成されることを示した。生理的硬さは、EB の三次元構造構築と心筋への分化を促進した。タケベラは、 多能性幹細胞由来の組織特異的線具細胞、または関連する組織サンプルを内皮細胞及び肝獣式幹細胞と組み合わせることにより多様な組織からの器官目形成の一般的な方法を実証した。彼らは文化がより進んだものではなく、成熟していない組織や器官目が移植後の成熟した臓器の機能形成に効果的であることを示した。 ランカスターらは、オルガノイドを臓器に特異的な種類の細胞の集合体として定義している。肝細胞、または臓器潜具細胞から発生した細胞が、細胞選別や空間的に制限された細胞同士が接着し、自己組織化する。インビボの臓器と同様、以下の性質を示す。オルガノイドは、一般的に立体的な媒置中で、幹細胞、または、 戦具細胞が培養され、形成される。立体的な培地は、イングルブラスホルムスワーム主要の細胞株によって、分泌されるラミニンに富む細胞外マトリクスであるヒドロゲル、マトリゲルを使用して作成することができる。オルガノイドは、幹細胞を立体的な培地に放埋することによって作成することができる。多能性幹細胞がオルガノイドの生成に使用される場合、 細胞は通常は肺様体を形成することが可能である。これらの肺様体はパターニング因子で薬理学的に処理され、望みのオルガノイドの形成を促進する。オルガノイドはまた標的器官から採取された生体の幹細胞を用いて作成され、3D 倍値で培養されている。オルガノイドを用いて多数の臓器の構造が再現されている。 オルガノイドの最新の文献に基づいた簡単な概要と作成されたオルガノイドのリストと利用例、現状の状況を概説する。オルガノイドは生物学の基礎研究をサポートするツールとなる。オルガノイドは臓器内での細胞の相互作用、体内環境との相互作用、その臓器での疾患、薬物の効果の研究に役立つ。試験管内での培養は 扱いやすく、観察も容易である。実際の臓器は栄養素の問題で培養は困難であるが、オルガノイドは大きさが小さいため培養も可能である。一方、それらは臓器の特徴すべてを示すわけではなく、他の臓器との相互作用はインビトロではわからない。超オルガノイドを用いて肝細胞の研究がされてきたが、栄養の取り込み、薬物輸送、 およびインクレチンホルモンの分泌の研究にも用いられている。これは吸収不良疾患、並びに肥満、インスリン抵抗性および糖尿病などの代謝性疾患の研究において非常に重要である。サーズ s 株マイナスには全身の臓器に感染するウイルスであることが疑われている。人の組織を構成している細胞を用いて様々な組織のオルガノイドを作成し、 試験管内で SARS 株 -2 を感染させてウイルスがどの組織のどの細胞に感染するのかを直接検証する研究が始まっている。オルガノイドを用いた SARS 株 -2 感染モデルは新型コロナウイルス感染症治療薬の探索にも有用であり、血管、気管支、肝臓のそれぞれのオルガノイドを用いて可用性 a CE2 タンパク質、 カモスタとイマチニブに SARS 株マイナス2の感染、増殖抑制活性があることが証明されて、知験が計画、実行されている。オルガノイドは、人疾患の細胞モデルとして、病気の原因の解明や、治療法の研究に使用できる。一つの例では、クリスパーと呼ばれるゲノム編集システムを人多能性肝細胞に適用して、二つの異なる人疾患、 多能法腎臓病及び局所分節性、子宮対抗過小に関連する遺伝子をターゲットに突然変異を導入した。これらのクリスパーによる遺伝子改変された多能性肝細胞は、その後、疾患に特異的な表現形を示すヒト臓オルガノイドを形成した。多能法性腎臓疾患の変異を有する肝細胞、由来の腎臓オルガノイドは、 腎臓細管からの大きな半透明の脳法構造を形成した。局所分節性子球体硬化症に関連する遺伝子に変異を有する腎臓オルガノイドは、その病気に罹患している両細胞である足細胞間の接合部欠損を発症した。変異を入れる前の幹細胞から作った同じ遺伝的背景の対象実験となるオルガノイドは、これらの疾患の表現形を示さなかった。 これらの実験は、オルガノイドが人の病気の複雑なモデルとして、実験室での研究に利用できるかを実証するものであり、ペトリザラで組織レベルの表現型が再現された。クレバースグループによって確立された培養プロトコルを用いて、直腸の政権から育てた超オルガノイドは、 脳法性繊維症をモデル化するために使用されており、オーダーメイド医療のためのオルガノイドの最初の応用に繋がった。脳法性繊維症は、健康な上皮表面の粘液に必要な4チャンネルを高度する遺伝子変異によって引き起こされる遺伝性疾患である。フォルスコリンやコレラドクソンのようなキャンプ、上昇アゴニストによって、超オルガノイドを刺激すると、完全に、 CFTR に依存して、オルガノイドの急速な主張を誘発することを、ジェフリー・ビークマンが報告している。脳法性繊維症でない人から作った、オルガノイドは、フォルスコリンに応答して、オルガノイドの関空内へ液体が輸送され、膨潤するが、これは、脳法性繊維症の人から作った、オルガノイドにおいては著しく減少、または欠如している。 CFTR タンパク質を修復する治療薬によって腫れが回復する可能性があり CFTR 調節薬をまずはオルガノイドで試して個々の反応を生体で治療する前に実験室環境で定量できることを示している。シュワンクラはまた腸の濃厚性線維症オルガノイドの表現型が2013年にクリスパーキャス級遺伝子編集によって修復され うることを実証した。デッカースラによる2016年のフォローアップ研究では、脳法生鮮一生の人々から作った、超オルガノイドのフォルスコリン誘発主張の定量的な際が、CFTR 機能の基地の診断マーカーと関連していることを明らかにし、さらに、特定の CFTR 変異を有する超オルガノイドにおける、CFTR 調節薬への応答が、 これらの治療の公表された臨床試験データと相関することを実証した。これにより治療を受ける前の CFTR 変異の患者由来のオルガノイドを用い CFTR 調節薬が有効かを調べるという全臨床試験が行われた。これらの研究はオルガノイドが個々の治療またはオーダーメイド医療のために使用できることを初めて示した。オルガノイドは 発生生物学を研究するための特別なモデルとなる。多能性幹細胞の運命の方向性を導く技術の進歩は 3D 培養技術の進歩と合わさり、多数の人間の臓器の様々な特定の少量域の特性を再現するオルガノイドの作成を可能にした。これらのオルガノイドの使用は臓器形成の過程及び発生生物学の理解に大きく貢献した。 例えば、中枢神経系の発生の理解に貢献している。さらに、オルガノイドは、網膜形成の基礎となる物理的力の理解や、生物の種類に特徴的な目の構造形成の理解に貢献した。また、大脳皮質における、煎具細胞を制御する因子を同定した。ありがとうございます。